気にくい。あの人ポンコツや。リフ散歩来週リフどうぞ。じゃあバーセさんはですね、はい、あのパンをかけてたコーヒーもつきますからね。コーヒー飲みながら。なるほど、わかりました。そしてタスク君、はい、次にご紹介するのは、はい、そうですね、バーセさんの向かいはですね、はい、公園がありますから、うんうん、ピクニックに持ってこいのパンをご紹介したいと思ってます。はい、それがこちら、じゃん、はい、大人の贅沢のサンド。うわ、サンドイッチですね。はい、ね、はい、大人の贅沢のサンドですからね。というのもですね、3種類のサンドイッチがありまして、こちらも切ってあるんですけどね、このようにエビ、アボカド、あとはハムとチーズとか、ね、トマトとか、そういったサンドしたものが3種類入ってますので、はい、そちらをぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思います。どうぞ。はい、一回全部いいよ、いけるならいっちゃって。全部いってもいいよ、はい、本当に全部いったよ、この子。すごい、すごい。あ、でもそれでも美味しそう。大人の食べ方、ある意味贅沢ですね。さあ、じゃあちょっとね、飲み込んでる間に今度はゆめのちゃんは何を。私は大好きなアボカドが入った、はい、アボ。ぎっしり入ってる。美味しい。どうですか、リー。はい、美味しいです。じゃあリーさん、ちょっといっぱいの味は、はい、そりゃね、全部行く人いないからね。あの、そのままでも美味しいですけど、ちょっと一個一個あのコメントしたいと思います。はい、こちらはトマトとレタスの、うん、サンドイッチですね。うん、うん、で、蔬菜我觉得非常的新鲜，酱酱有点奇怪，不过其实番茄本身东西都蛮好吃的，然后它的面包也不会很强细，整个有融合在一起的感觉。我刚刚吃一大口全部一起吃的时候，味道是蛮复杂，不过你不会觉得它是难吃，它是很好吃，但是你不会讲得出它什么，就是这东西就是有点很冲击性的感觉，冲击性的美味。大人应该说豪华吧，那内容其实都蛮豪华的，我觉得。然后先来试试看这个。なんて言ったら今。レタスがシャキシャキして、トマトがフレッシュで、それをね、あのマヨネーズソースが包み込んで、新鮮で美味しいって言います。ありがとうございます。あのトマトがフレッシュで合ってます。合ってる。おー、すごい。すごいじゃないか。冴えてますね。冴えてますね。はい、ということで、じゃあちょっと日本語で簡単に言えば、まあとりあえずシャキシャキして美味しいってことですか。あの簡単に言えば、あのトマトのやつしか言ってないです。あのこれはあの新鮮で、あのすごくパンもあの、うん、美味しいんですけど、あまり主題感が、うん、何かバランスできて、一回全部がっつり食べたんですけど、ちょっとあの味がすごく豊富でインパクトが、うん、わあ、うまいかもしれないじゃない。ありがとうございます。さあ、そして観光大使、感想をお願いいたします。美味しかったです。まあ、あの物語ってるのはこれですよね。完全になくなってます。もともとゆめのちゃんこのパンは好きだった。そうなんです、私すごくおすすめの、私的にもおすすめのパンで、ボリュームもあるのに、この後お値段ね、はい、すごくお手頃なので、はいはいはい、こちらですね、こちらですね、はい、トマト、レタス、アボカド、ハム、ベーコン、エビなどをオーラソースで仕上げた一品で、バーセンロングセラー商品なので、お、はい、1つ445円、はい、ね、いいですね、買ってピクニックしに行ってくださいね。はい、わかりました。445円、うん、で台湾のゲームなると100ちょい。おお、なるほど。今回は、ちょっと最後にもう一つ、一つ最後に、はい、せっかくなんでバースデーが代表する、はい、食パンをご紹介します。よろしくお願いいたします。はい、それがこちら王塾。こちら王塾はですね、全てにこだわり抜いた一品ということで、素材、そして製法、
焼きにこだわったですね。素材はですね、北海道産小麦 100% を使用。この特別な小麦は香りが強く、加水率も高いため、ふんわりしながらもちもちするのが特徴ですね。そして製法は小麦本来の旨味甘みを引き出すために、熟成が進む長時間の冷蔵発酵、時間を置いても硬くなりにくく、パサつきもあまり見られません。焼きは丁寧に作られた生地は石窯の遠赤外線で一気に焼かれます。中から火が通るため、みずみずしくふわっとした仕上がり。40周年ふさわしい気品あふれる王道の食パンをご堪能くださいという、王熟という食パンになっております。はい、こちら、はい、高級なんでね、お値段も結構高いんですけども、このサイズですと1斤420円。おお、でもね、美味しいものはね。そうですね、はい、はい、なのでぜひそちらの方も2人に食レポをして。お、いいですね、はい、じゃあ食レポをよろしくお願いいたします。はい、あ、すごい、もう持った瞬間からもちもち感が見えます。こう見てもらって弾力が、すごいすごいそうですね、はい、では、はい、2人一気にお願いします。いただきます。まあ、食べてる間ね、タスク君、もうバースデー候補大使をして何年ぐらいですか？何年でしょうね、もう8年、いやもっと。あ、じゃあだいぶもう。だいぶ長いですね。もうバースデーさんに関わっても10年近くなるので、はい。はい、自分のところで歌わさせていただいて、それでまあバースデーの魅力を発信しているっていうのが僕、候補大使としての役割かなと。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。先ほど王熟をね、はい、ご紹介したけど40周年にふさわしいという話をしたんですけども、はい、ワーセンさん今年で45周年を迎えました、ね、ああそうなんですね、はい、ああ、ということで45周年。へえ、ちなみに広報大使は何年さっき言いましたあの人ポンコツや8年ぐらいは多分やってると思いますね。震災前、震災以降だ ね、はい、となるので、まあ、8年目、7年目ぐらいですかね。はい、いえいえ、じゃあどうぞ、ここはい、じゃあちょっと感想いただきましょうかね。はい、はい、はい、跟一般、就是一般吐司不太一样的地方是它不会有一种我不知道该怎么形容，就是有一种干干的感觉，它这个整个是你吃的时候不会觉得干干涩涩，反而会觉得整体是很柔软，我会蛮想把它烤，就是去加热看来吃看会怎么样。那它本身味道，稍微偏甜一点，但是不会到甜到你受不了，就是一般的吐司，我觉得是一个非常好的，就像一碗好吃的白饭该有的样子。はい、なんつった？ふわふわして。おいしい白いご飯。白いおいしいご飯みたいな。美味しいパン、美味しいトーストです。伝達も下手くそだね。はい、じゃあゆなちゃん。はい。まあいつもね、食パンは朝食べてるだろうと思いますが、ちょっと。ねえ、いやでも本当にさっき素材にもこだわってるっていうお話聞いたんですけど。小麦粉の香りが強い、うんうん、そしてやっぱりもちもち感、うん、耳まで柔らかい、うん、っていうのがすごいなと思って、あと一口目甘い食パン、うん、すごいこんなに、そうですね、うん、ね、こんなに甘いの食べたことないっていうぐらい甘かったです。焼いて食べるとまたね、より甘みが引き立つの で、ね、はい、美味しいです。さっきも焼いて食べてみたい、うん、ね、ですね、はい、はい、あとは同じようなやつでこうあん食パン極みといって、王熟の中にあんこを練り込んで焼いた極み食パンというのがあります。これまた美味しいですからね。さすが、あんこ好きの僕にはもう、うん、でこういうの商品なので、そちらの方もぜひお召し上がりいただければと思っております。はい、はい、はい、食べましたね食べ過ぎましたね。そうですね、食レポというどう超えましたけどね一番食べてましたからね。そうですね、はい、失礼しました。美味しかったですね、はい、美味しかったです、はい、リフ散歩来中リフゾゾ、チャンネル登録いいねしてね、记得订阅加按赞哦。バイ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 。